プリンス R380 プリンス R380 はプリンス自動車工業が開発した日本初のプロトタイプレーシングカー。プリンス自動車と日産自動車の合併後は日産 R380 と改名した。通称サンパーマル。1964年の第2回日本グランプリにおいてプリンス事項は本来は 直列4気筒 1500cc エンジンを搭載するプリンススカイライン S50 型のノーズを延長させプリンスグロディア用サイチェシー直列6気筒 2000ccG7 型エンジンを搭載しベーバー製ダブルチョーク40ダコ型キャブレターを3連装したスカイライン GTS54 型で参戦した一時ポルシェ90を抜き去ったもののポルシェ904に赤配した プリンス事項は、接続を期し、スカイライン GT の設計チーフである、桜井新一郎を中心として、純レーシングカーである R380 の開発に取り掛かった。社名の R はレーシング380はプリンス事項として38番目のプロジェクトを意味した。1964年夏に開発計画がスタートし、1965年6月に1号車、 R380i が完成。1966年の第3回日本グランプリにて、レース用の改良型 R380i が優勝した。同年8月に、プリンス事項は日産自動車と合併。当時、日産においてもプロトタイプレーシングカーを開発中で、あったが R380 を継続使用することとなり、社名も正しくは、 日産 R380 となった。1967年には、ボディスタイルを刷新、R380AE。同年10月に、茨城県筑波郡や田部町、現、筑波市にあった自動車高速試験場テストコースにて7つの世界速度新記録を樹立した。1968年には、日産ワークスの後継マシン R381 が、 登場するが、R380 はエンジンを改良され、R380A、E、バックアップ戦力として継続使用された。海外進出を視野に入れて、日本 GP 以外の国内レースにも参加するようになり、1969年にはオーストラリアへの遠征を行った。1970年、日産は日本 GP 不参加を表明し、 プロトタイプのレース活動休止を決定。同年9月の富士インター2000マイルが R380 のラストレースとなった。当時の国際自動車連盟規定グループ6に属するプロトタイプスポーツカーであるポルシェ904をしのぐパワーウェイトレシオ達成を目指し、軽量な車体に高出力のエンジンをミッドシップ方式でのした。 R380i はイギリスから輸入した2、座席オープンレーシングカー、ブラバム b T8A の交換パイプフレームシャーシを流用し、ロールバーなどの補強を行った。これを参考にして、R380Ai よりパイプ系を太くした独自設計のシャーシとなる。トランスミッション、クラッチ、ダンパーなども信頼性のある海外部品を使用した。 R380AE より5段トランスミッションを Q ランド製から ZF 製に変更した。サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーン。フロントは不当調 A アーム、リアはウェアアーム、下逆 A アームにダブルラジアスアーム。燃料タンクは操縦席の左右に配置し、片方の燃料が空になったら反対側に切り替える方式とした。 R380AI よりアルミ製から安全なラバーバッグに変更した。ボディの材質は軽量なアルミ製とし、R-380AI ではフロントカウルを FRP 製に変更、R380AE より全 FRP 製となった。空力デザインは東京大学宇宙航空研究所の風洞で縮尺モデルを実験した。 高速走行中にフロントが浮き上がる症状、リフトが解消されず、改良の都度ノーズやラジエーターインテークの形状を見直しことになった。R380AE では全幅が 100mm 近く広がり、全高は 50mm 低くなった。スペアタイヤの収納スペースがフロントからリアに移り、ノーズからルーフにかけて低く滑らかに成形された。 操縦席前方は、曲面の大型ウィンドスクリーンとなり、ガルウィングドアを採用した。空力開発担当の武井道夫は、フロントカウルや、コックピットキャノピーの形状には明らかに、ポルシェ906の影響を受けていますと述べている。リアフェンダー上にある、エンジンルーム9極地は、スリット、R380i から楕円形、R380Ai、四角形。 r 3 8 0 a e 以降へ、形が変わった。ヘッドライトは、透明カバーで覆われた二等式。r 3 8 0 a e 改良型より四等式となりカバーも大型化した。テールランプは、スカイライン 2000GTB S54 バイト型から流用した。搭載された GR8 型エンジンは、当時のグロリア、スカイライン GT に搭載されていた。 G7 型直列6気筒 2000cc エンジンをベースに開発された専用エンジンであり、ほぼ新設計に近い形で開発、設計が行われた。当初は 200PS 前後、最終的には交渉で 255PS を発揮するエンジンとなった。なお、これをベースに市販乗用車用セミコンペティションエンジンとして再設計された GR8 バイト型が、 後の S20 型エンジン出る。5月開催予定の第3回日本 GP 出場を目標としていたが、諸事情により開催中止となったため、同年10月に1号車 R380i が自動車高速試験場にて速度記録挑戦会を行った。過ぎた航路のドライブにより E クラスの6つの国内記録を樹立したが、サスペンショントラブルにより横転事故を起こした。 修復後2度目の挑戦を行ったが、故障により中止となった。日本 GP の新たな舞台となる富士スピードウェイ対策として、テスト走行では富士スピードウェイの各区間のデータや車両、タイヤの性能数値を大型コンピュータに入力し、ラップタイムのシミュレーションを行った。5月の第3回日本グランプリに R380AI が4台出場。 イサゴヨシカズの11号車が2位以下に3周差をつけて優勝し2位に大石秀夫の10号車4位に横山徹の9号車が入ったイクザー通の8号車は滝進太郎のポルシェ906をブロックするチームプレイに専念しミッショントラブルでストップした5月の第4回日本 GP 富士スピードウェイに R380AE が4台出場 他社のスピンに巻き込まれるなど不運が重なり、高橋国光の10号車の2位が最高、伊佐子義和の12号車は3位、北の本の9号車は4位、大石秀夫の11号車は6位。10月、ノーズを尖った形状に変更した R380、AE 改めで3度目の速度記録挑戦会を実施。横山徹のドライブにより七つの世界速度記録を 立した5月の68日本 GP、富士スピードウェイに R380AEE が3台、出場。黒沢元春の21号車が3位、横山徹の22号車が4位、大石秀夫の24号車が5位。7月の富士 1000km に続き9月には、鈴鹿 1000km に出場し、鈴鹿サーキットを初走行した。 10月のネットスピードカップで R380AE 会が登場した。5月の富士スピードカップ、7月の富士 1000km に出場。11月にオーストラリアのサーファーズパラダイスサーキットで行われたシェブロン6時間レースに出場し、高橋、砂子組が優勝、北野、黒沢組も2位となり、ワンツーフィニッシュを果たした。 7月に北海道スピードウェイ、原子ラオいカーランドのオープニングイベントに出場。9月の富士インター2000マイルに出場し、来たのがフェラーリ 512S に次ぐ2位、e、に入賞した。1996年、桜井慎一郎が代表取締役を務める S&S エンジニアリングは現存する GR8 型エンジンとトランスミッションをもとに、 R380AI の復刻車を製作した。パーツは当時の図面通りに製造し、ボディーカウルはトヨタ博物館所蔵のオリジナル、第3回日本 GP 優勝マシンから型取りした。2004年9月7日に NHK 総合テレビで放送されたドキュメンタリー番組、プロジェクト X、挑戦者たちはプリンス事項の R380、開発エピソードを取り上げ、 桜井と青地康をエンジン担当がゲスト出演した。番組のエンディングではスタジオ内に運び込まれた r 3 8 2桜井が乗り込みエンジンを始動した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。